こんにちは、ゆかりです。はい、退院してまいりました。全然元気ですよでね、はい、今回の入院の原因は膝の痛みです。はい、両膝の痛みですね。もともとね、プチ病を実は持っていて、その子がちょっとね、最近になって急にいたずら始めて、半年くらい前なんですけどね、歩くと膝が痛い、階段を降りると膝が痛いみたいになっちゃって、そのままその痛みとね、一緒に一生過ごすことはもちろんできたのですが、痛みがあるっていうことは、なんか気持ちもね、こうストップしてしまうのかなっていうふうに思って、この際だから、この痛みとおさらばして、新しい自分になれたらなって、ちょっと大きなこと言ってますけどね、なんていう思いで、根治療法ということで、この痛みを取り除く、切除ですね、痛みを出している部分の切除を両足して、リハビリをして退院をしてきたというところです。膝をやったということもあって、まだ膝の曲がりがね、十分ではないので、日常生活はまだちょっと松葉杖を大盛り代わりに持ち歩いている感じです、今の段階ではね。はい、で、大学病院から退院をしてきて、リハビリもなくなってしまうっていうのがすごく不安だったので、大学病院の方で個人院をご紹介いただいて、そちらのリハビリに通うことになっていて、そこでね、リハビリの先生の指示に従いながら、自分で運動しながら、日常生活に写真撮影ができる体に、というか膝ですね、に、戻していくという、ステップを踏んでいこうと、これから思っております。ということで、しばらくは、なかなかね、松葉杖を持ちながら、カメラを持って、どっかで撮影に行って、っていうプロセスをちょっと考えにくくて、今私の中ではですよ、いや、そんなのどんどんやれよって思う方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとなんか、なんだろうな、写真に影響が出そうで、その状態がちょっと考えてしまうので、あえてちょっとちゃんとね、写真が撮れるぞって自分が思える、膝、両膝ですね、膝の曲がりも含めてになるまでは、ちょっとしばらく写真のことは絶対忘れないけど、なんかこう撮影をしに行くということは控えようかなと思っています。今この状態でできること何かなって入院中にずっと考えてたんです。なかなかね、1ヶ月くらい、あともう1ヶ月くらいはもしかしたら撮影にね、しに行きにくい状況なのかなと。足のね、膝の状況が、だと思うので、この間にできること。今のこの私が、思いをね、変えて、いろんなことできるようにもちろんなればいいんですが、なかなか私自身思いを変えるってすごく難しいことだなって思っているので、まず一つ目にこの状態でできることとして、断捨離をしようかなと思いました。お家の中の整理整頓ですね。ちょっと昔にミニマリストさんっていうね、ミニマリストっていう人たちがいるよっていうのをすごくテレビでやっていたと思うんですが、本当に必要最低限のものしか持たないっていうね、テレビもないです、何もないです、これもないですみたいな、そういう生活は全くできないので、シンプルに必要なものを必要なだけ、必要っていうか、あと思い入れのあるものはもちろん残す、整理整頓をちょっとしていこうかなと思っています。例えばトイレ、まず1回目はトイレとかね、2回目は洗面所とか、3回目はわかんない、お風呂場とかね、
洋服もこんなにいっぱいあるから整理しようかなとか、そういうのも考えたいなって思ったんです。なぜそれを思ったかっていうと、まあ入院してですね、はい、入院して、まあ、入院された方とか、あと面会に行かれた方はご存知だと思うんですが、入院しているあのスペースですよね。あのスペースってカーテンに仕切られた、はい、そこにはベッドと、テーブルとテレビと引き出しが1個と冷蔵庫と、あと衣装ケースが3段分の衣装ケースですね、があるだけなんですよ。まあ、パジャマでね、もちろん過ごすっていうのもあるので、衣装ケースはね、普段の、生活にはちょっと当てはまらないかもしれませんが、そんなシンプルな状態でも過ごせるんだなっていうのが、まあ、今更にして思うようになったんです。で、今、うちに帰ってきて思ったのが、すごくいっぱい物があるんですね。これ、本当に使うの?って思うものや、これ何年前に触った私みたいなものからいっぱいあって、それの整理整頓をまずしたいかなって思います。それをやってシンプルにしてみたら、環境が変わって自分の心が変わって、またいい写真、もっといい写真撮れるようになったら最高だなって思ってます。はい。あと二つ目は、これはね、本当に恥ずかしい話なんですけど、私ね、字が下手です。多分ね、鉛筆の持ち方も間違ってる。っていうことにずっと気づいてたんですけど、やっぱり入院してやることが、ある意味ですよ。やることがなくなって、何していいかわからなくなって、YouTube をひたすら検索して、字汚いってちょっと微妙かな、私の年でって思うようになって、でつい入院中にこんな本をポチりました。この本、ボールペン字練習帳の本だね。なぞり書き、よいしょ、こういう感じで、よいしょ、見えるかな、こういう感じでなぞり書きのやつなんですね。あら、トットさん、どうした?来た?ん?寂しかったね、トットさんね。よいしょ。よいしょ。ごめんね、寂しかったね。よいしょ、ここ行くか。はい。はい、どうぞ。はい。やだ?なんだいや。あら、まあ。まあいいや。というところで、話は戻りますが、まあ、何した、トットさん。このなぞり書きのこの本を使って、私自身がどこまで字が上手になるのか、ね、ちょっとやってみたいかなと思います。独学でこの本だけでどれだけ字が上手くなるか。はい。今、まあ、二つ言いました。お部屋の片付けと、あと、美しい字が書ける。この二つを、しばらくね、頑張ってやってみようかなって思います。間にはね、またマクロのね、撮影ができるようになれたらね、ここでね、またマクロの撮影もね、しながら、だんだん、こう、写真の方もね、リハビリしながら、本当にね、外に撮影にしに行って、楽しくいい写真撮れるようになりたい。というわけで、今日はここで終わりたいと思います。2点ですね。お部屋の片付けと、美しい字が書けるようになる。この2点、皆さんにも、見届けてほしいと思うので、私一人だとね、多分ね、恥ずかしい話、なんだろうな。持続力ないので、応援じゃなくていいので、なんか見てくれたら嬉しいなって思います。私の成長の一つになったらいいなと。はい。
皆さんに見届けていただきたくてというか、宣言をすることによってやれるっていう話があるので、ちょっとそこです。それで今回ちょっとこの雑談を撮影していますというところで、この2点、はい、お片付けと美文字、この2点ちょっと、撮影ができない間、撮影が、まあ、もしね、できるようになったとしても続けていきたいと思います。では今日はここで終わりたいと思います。ではまた、バイバイ。